ますのでね、2周年でございますし、昨日はねねのお誕生日でしたので、本日は翌日、イエーイ、おめでとうねね、イエーイイエーイ、2周年だね。そうだね、うん、なんかあっという間だったね。そうだね、うん、え、終わるのこれ終わる流れ今。説明しよう。日枝と宮原は同じ事務所の先輩と後輩という関係性と同時に同じ声優ユニットに所属しているというとても複雑な関係なのである。ユニット内で唯一無二の関係性を武器とするためにも常に日枝に対してだけは敬語を貫き通してきた宮原、それをこのタイミングでやめにしようという決意を秘めて収録に臨んだのである。これ読むの？うん、読んでください。ねねさんへ、そう、恥ずかしいお誕生日おめでとうございます。突然だけどこの場からタメ口解禁、お誕生日おめでとうさつき突然だけどこの場からタメ口解禁、そうですどう思いますか？え、いいよ。えー、嘘でしょ？ピヨン入れてください。今メイクさんの本名言っちゃいました。メイクさんいいよって、嘘、びっくり、本当に、なんで、うん、でも絶対嫌がりますよみたいな。だってここまで4年間ぐらいずっと敬語できてまあユニットでは同じ立場だけど事務所で言うと2年ぐらい先輩だし、嫌がりますよ、絶対怒るかもって言ってここのディレクターさんにも考えてるんですけど、うん、本人は多分嫌がるんですめっちゃビビってる。そう、死ぬほどビビってて、そう、どうしたらいいかしらって喋って手紙に書いてみたら、うん、そうですねって大丈夫かしらって言って書いた。本当に嬉しい、泣いちゃいそう。あなたが皆さん、さっぴこんばんは。こんばんは。そして姉さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。ありがとう。ねえねえ、おめでとう。すごい、夢を叶えて。うん、確かに。2分の1成人式やりました。なんでそっちが敬語になってんの確かに違う、逆転したいわけじゃないのよねね&ねねさん、間違えた。ダメだな。待って待って待って、何もう今、ねねって呼ぶんだって思ってるからさっきもねねって呼んだごめんなさいねってことになったんで、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。まあだからちょっと私たちもまだちょっと不慣れで、はい、私もどうすんのよ。ちょっとドキドキしてるんだけど、まあね、こう、まあここのね、23年の1月が2人にとってはね新しいスタートラインというか角で、ええ、だと思って、はい、みんな今日という日をね忘れないでいてほしいなって思いますはい、はい、そういう感じです。